それではここからは実数の連分数展開に関する話をしていきたいと思います。テキストでは 4.13 節ですね、74ページにありますので、必要な人は確認していってください。まず連分数ですけれども、R をユークリッド正域として K を R の小体とします。よく我々がよく扱う例としては R は整数間ですね。で K は有理数体という世界を例として考えることができると思います。でここではこの小体 K の元 R1 分の R0 ですね、R0 と R1 は元の間の元、有機正域の元ですけれども、次のこれから次のスライドに示す計算による分数の列というのを考えていきます。でこの R1 分の R0 なんですけれども、これをですね、その R の0を R1 で割りまして、で小を Q1 で上位を R の2というふうにしますと、これは Q1 かける R1 分の R2 というふうにこう表されるわけです。まず最初のステップ、そうですね。で次のステップでどうするかっていうと、この R1 分の R2 のところをですね、分母と分子をこう入れ替えて、分子が1に来るなるような分数にしてしまいます。そうすると分母はこの R1 分の R2 の逆数ですから R2 分の R1 になるわけですね。でこういう形でかけると。でそうすると、それで今度はですね、この今度 R1 を R2 でこう割ってみるわけです。R1 を R2 で割ると。そうすると、小が Q2 で乗与が R3 だということで、この何分の1のこの分母の部分を今度は Q2 プラス R2 分の R3 というふうに書いてしまいます。でここでできた R2 分の R3 もやはり分子を1になるような書き換えを行いますね、行ってこういうふうになりますね。でそれでまたすぐにこの R2 を R3 で割ってですね、小を Q3、乗与を R4 という、こんなふうにかけていきます。でこういった計算をどん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 繰り返していきまして、この分数の分母の中にこう分母がいでこにどん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 こう含まれていく、分母の中に整数プラス元のユークリッド正域の元プラスその小体の元ですねがいでこにどん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 含まれていくような形の数にしてしまいます。で今このような形でその K階ですかね、K階計算したものをですね、こういった分数をこのような形でですね表します。すなわちこの前の方に出ている元のユークリッド正域の元をこう K 個並べて書きまして、で最後この分母の一番小さい部分、一番下の部分に出てくるこの分数をこのように書いて、大括弧で書くと思うんですね。これをこのような式でこの分数の式を表すことにします。で、この表したものですね、これをその R0 分の R1 の連分数展開と言います。で特にある条件を満たすものが正則連分数というふうに言うんですけれども、その正則の定義っていうのはどういう定義だ、条件かっていうと、まず分子が R の K プラス1を除いて全て1という条件があります。それからあとここではですね、その整数間と有理数体でこの分数を考えたときに、この正則の条件としましては最初の Q1 ですね、 Q1 が整数であること、それから途中で出てくるこの Q2 から QK ですね、 Q2 から QK が正の整数であることと、以上の条件を満たすときにこの連分数展開はですね、正則な連分数展開と言います。それからそのこの連分数展開を行う際にはですね、その一応ここでは K 回この QK まで計算したところで止めて、そこでの残った値が有理数として出てきているわけですけれども、しかるべき条件を満たす数をこのように連分数展開した場合には、この QK が有限回で終了して、
の計算で終了して、この分数が最後に出てこないという場合も起こり得ます。つまり、この RK プラス1が0の時ですね。この時は、この連分数展開というのは Q1 から QK のが並んできて、一番下の部分に有理数が出てこないような展開となります。それから、あとは、そうですね、Q1、素数 Q1 が与えられた時に、その Q1 の、連分数展開の、していないというか、こういう形式的にはこういう形に等しくなります。それから、Q1 から QK の形で連分数展開したものというのは、別な書き方をしますと、Q1 っていう整数に、Q2 から QK の連分数展開をしたもの分の1というふうにも表されます。で、今回この連分数展開を扱った理由としましては、この連分数展開がそのユークリッドの互助法によって求まるということからですね、今回取り上げました。すなわち、この Q1 から QK を求める操作っていうのが、その R の i-1 を R の i で割ってですね、で、その小を取ればこの QI が求まるということを意味しております。ということで、テキスト の例の 4.89 というところに、35分の126の連分数展開というのがあるので、紹介しておきます。まず、35分の126ですけれども、明らかに1より大きな数ですから、126を35で割って、小と余りを見つけますと、小は3で余りが35分の21なわけですね。まずこういう形で書けますので、この段階でこの3というのが先ほどの連分数展開の定義でいう Q1 になります。それから、今度はですね、この35分の21の部分を分子が1のような形で書きますと、こういう形で表されるわけですね。で、次のステップではこの21分の35をまた連分数の形で表すわけですけれども、それなりには35を21で割って、割りますと、35を21で割ると、余りが1で、じゃあ、小が1で余りが14ですから、これは1プラス21分の14と表されます。で、これを、入れ子分子を1の有理数で表すと、こういう形で表されます。で、次のステップでは、21を14で割りますと、小が1で余りが7になりますから、こういう連分数展開が得られて、で最後、この7分の14ですけれども、これ14を7で割ると、小が2で余りが0ですから、ここが2というふうになります。で、以上の計算の過程をですね、全部書き下しますと、求める連分数展開はこの今表示されているシートの一番下の部分になりまして、で、3、1、1、2という形でこう求められたということになります。ということで、とりあえず、この連分数展開がですね、ユークリッド互助法で計算できるという話を紹介しました。